元オルソン塾講師ミスター A ジョーです。今日は神奈川県公立入試倍率が一番早く分かる方法をお伝えします。倍率が気になってしょうがない時期でもあると思います。で、この倍率ですが、発表は2月の1日の正午に各高校で掲示が始まります。ので、簡単に言ってしまえば自分の志望校に行けば2月1日正午から掲示が始まってます。で、ただですね、実際足を運ぶということが時間もかかりますし、このご時世的にもちょっとためらいがあるよって方も多いと思ってます。なのでツイッターなどで自分の高校名と倍率って検索するんです。例えば新庄高校倍率ですとか江北高校倍率なんていうふうに検索してみると、その高校に通っている先輩たちがうちの今年の倍率ってこれですよなんていうふうに掲示してるものを写真撮ってアップしてくれてる先輩たちっているんです。で、それらを取りまとめして、あのまとめてるサイトもあったりします。なので最速で知る方法としては、ツイッターもしくはヤフーのリアルタイムに高校名と倍率というのを2月1日正午過ぎから入力してみることが一番の最速の方法です。ですが、気をつけることは、そこまで倍率を本当に心配する必要があるかどうかなんです。結構ですね、この倍率が発表される日っていうのはネットに貼り付いちゃう子がいます。本当にそこまで貼り付く必要があるのかなってことで貼り付きます。つまり倍率動向よりもその時間を勉強に使った方が絶対に合格率が上がっていくのに、なぜか倍率なっちゃう子もいるんですね。ので大事なことはですね、倍率がどうであったら自分は志望校を変える予定があるかどうかを決めておくんです。つまり倍率がどうであっても志望校を変えないよっていう子に関しては、倍率なんかが出る日なんかに気にしてもしょうがないんですね。実際その速報、各学校で掲示があって、その日2月1日の例年通りなら夜8時ぐらいにネットで公式発表があります。で、それを見てじゃあこうしようとかっていうのって特に本当はない方がベストです。で、倍率見て動くのであれば今のうちに決めておくこと、もう今週中に決めておくのがベストです。倍率見てからどうしようって決めても多分遅いし、まともな判断ができないことがあります。なぜなら数字を見て不安になって、その不安さで動いてしまうからなんですね。ので何か倍率で志望校を変えるかもしれない可能性があるのであれば、今週中に親御様とお子様で話し合う時間をとって倍率を迎えてください。ので単純にパッと見た数字で高いとか低いで変な不安変な安心を持たない、これが一番大事です。これ毎年ですね、僕も趣味悪いですけど、そのツイッターとかで倍率が出た日に見てみますと、志願変更をする人はアンケートに答えてくださいなんていうツイートを見たりします。もうそれさ、誰がそのアンケート答えるかわかんないのに、そんなアンケートしてどうするんだっていう思うんですけど、まあ不安なんでしょうね。ただ何の意味があるんだって正直思ったりします。あと気をつけるのが定員割れです。定員が割れる学校がおそらく出てきます。で、この定員割れというのは、そこを受験すれば正直受けさえすれば 100% 受かります。ですが気をつけるのが、この2月1日の発表で 0.9 倍、やった倍率で定員割れしたぜ俺合格だではないんですね。そう、志願変更でその定員割れの学校を狙ってくる子って毎年いて、結果的に定員をちゃんと超えて 1.02 倍とかになることってあります。他の学校がその影響で定員割れたとかね。ので2月1日の倍率で定員割れても何の安心にもなりません。2月4日の志願変更後の定員が割れていたら正直もう合格決定です。ので2月1日の倍率見て変な安心をしないこと、そして去年と比べて 0.2 とか 0.3 高かったら、あ、去年よりは点数取らなきゃって思って構いませんが、0.1 前後の変化だったら大して変わりません。そういった部分で数字の受け止め方、
を今週中にちゃんと決めた上で、2月1日の倍率を待つこと。そして、おすすめなのは、主観ではなく、きちんと客観的なデータを持っている塾に聞いてみる。これは意外と大事です。ただ、殺到します。倍率が出る前後、そして出た瞬間、塾って殺到します。めっちゃ経験あります。なので、もう前もって聞いておく。もし倍率がこうだったらどんな感じになりますか？または、もう2月1日の8時に出ますから、2月2日に面談してくださいって、もう予約を今から入れちゃうとか。塾の先生、ごめんなさい。もう忙しくしちゃうね。ので、そういった部分で、もうあらかじめちゃんと客観的なデータを踏まえて決めるとかも大事です。ので、きちんと不安さとか安心さとか、ね、思い込みで判断しないことが倍率大事です。ぜひ、客観的な指標を持って、余裕があるうちに話をして、自分自身の動き方を決めてほしいと思ってます。というわけで、改めて2月1日正午過ぎから発表されていきます。ツイッターネットを使って最速で掴む方法はあります。ただ、その数字の使い方、捉え方、大事にして、残りわずかとなりました。受験まで一緒に頑張っていきましょう。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。